今日は行山先生のところに参っております。先生、盆栽アート164号記事掲載させていただいてありがとうございました。本当に今日お届けに上がりました。こちらこそありがとうございます。盆栽鉢を作って50年にもなりました。大変なことです。今回はこんな鉢も作ってみました。はい、で妻が絵付けをやっています。私の大好きな奥様の、作品です。奥様、それ何の柄でしょうか？ホタル袋です。ホタル袋、はい、素敵ですね。それで絵付けのものは淡水とか、はい、そういうものは誰でも描きますから、はい、肌とか、はい、そういうものをこう下絵で描いてもらってる。で、あとは、まあ、私はもう80になっちゃなりましたから、はい、ですけど1メートル近くの鉢も作ってきました、そうですよね、はい、特別に50周年記念ということで、思い出のある鉢とかをちょっとご説明していただいてもよろしいですか、はい、いくつか見せていただいたりと。これは10鉢、もう10鉢50周年記念を鉢を制作して、大事に自分の子供だと思って、うちに飾って。あ、そうなんですね、はい、今日なんか皆さんに一つこう見せてもいいなみたいなのが、はい、じゃあちょっと持ってきます。あ、はい、わかりました。はい、今ちょうど行山さんのところに来ておりますけれども、これは見てなかったね。あー、大きいですね。どうぞどうぞ、ここに。すごい。これ何センチぐらいでしょうか。55センチです。55センチ。はい。ちょっとこう上から。はい。木工型です。木工型ですね。はい、あー。で、裏を見てもらいます。はい。本当だ、はい、中野行山東暦50周年記念バチ、行山手作りバチ、はい、本物です、本物ですね、はい、あ、そしてミッキーちゃんの形の、はい、穴が開いていますね。これが50周年記念で作られた、はい、の中の一つ、中の一つなんですね、はい、どういうところに気を配られて、50年の、作ってきた集大成の技術を、ここに集中しま、集約されて、集約しました、すごいです。で、ミッキーちゃんの、ミッキーちゃんの穴、素敵ですね。行山さん、今でも1メートル級の鉢をご自身でね、お持ちになるんですもんね。すごい、これもちょっと変わってるし、 これも私は活動しながらカツをつけて、これは共に50年作ってきたお母ちゃんが2個、はい、あんたのお母さんであります、はい、ね、妻に掘ってみます。はい、そうですね、これは使い込んだ鉢です。これ、はい、すごい。これ何年ぐらい前に？これも30年は前ですね。30年ぐらい前、はい、30年前ですか、はい、すごいな、はい、そしてこれあれですね、はい、これが象眼、象眼ですね、はい、すごいすごい、これ面白いですね、色がよくこう、すごい、あ、本当だ、これがまだツルツルです。ここや、大丈夫ですか？大丈夫です、話せる範囲で、はい、お願いいたします。これもすごいですね、50周年でね、はい、50周年鉢ですよ、はい、
すごいですね。これも市場に出る鉢はこれが初めてです。はあ、まあほとんど売らないと。はい、ね、1個作っただけです。あ、1個だけですね。オンリーワンですね。はいはい、これもこういうイメージで火つけて、はい、あれしたのはこれ1個だけです。これもオンリーワンですね。オンリーワン。絶対売らないと。ここら辺はちょっともう売れないよという感じですよね。そしてやっぱりこっちもちょっとよろしいですか。すごいんですよね、これ。これはだいたい1メーター近くあります。1メートルですよ。はい、1メーターです。すごいですよ。これは80センチですね。これが80センチ。はい。80センチですね。はい、これもね。これが古いんですよね。はい、これは何年前？35年ぐらい前。35年前。大きな門の手作り鉢で作った最初ぐらいですね。すごいな。これだけの門で網代で掘った鉢は2枚作ったんです。1枚お客さんとこ行って1枚これで残ってるんです。前ですね、はい、すごい。これこうやってカリ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 削られて、そう、3回掘るんです。ここ3回掘るんですか。このあれつけて、ここ勾配つけて掘って、それの一対は これは私しかないけど、あ、はい、これがその時の一対の鉢です。はい、これは格子と網代と格子で、あ、本当だ、はい、それも細かい土で、うわ、土目綺麗ですね、はい、いい土目。手で触ってもらうとツルツル。いいですか、触っても、はい、あ、ツルツル、スムースな、ね、全然違うでしょ。シャモットも何も生えてない細かい土で。本当ですね、素晴らしい。こういうのはある程度じゃもっと入ってるから。あ、これ盆栽アートに載っけていただいた、はい、あれですね、はい、盆栽アートの、はい、あ、じゃあ違う、全く違うんだ、はい、すごい、すごい。その時の掘り方によって、細かく掘るかちょっと粗めに掘るかによって違うんですよね。うーん、はい、ありがとうございます。あ、これトルネードでは、これはトルネードですよね。竜巻これも竜巻の傭兵です。竜巻の傭兵、はい、すごいですね。悪意をそうと笑われるけど、この雄は白雄です。炎により遠くから竜巻が迫る、そんな雰囲気がありますので蜂に目をつけました。白雄竜巻、はい、かの餃子、はい、かっこいいですよ。すごい、本当素晴らしいですね。こういうのは曜変です。織部が炎によって新社に、新社系統に変わるのが。これ本当は織部なんですよね。はい、そうですよ。ここが曜変なんですもんね。はい、炎が当たった方で、当たらん方はこうです。あ、本当だ。これは。ああ、全然違いますね。炎の影になってる方ですね。ありがとうございます。本当に素晴らしい作品の数々を、はい、ありがとうございます。さようなら。ありがとうございます。さようなら。さようなら。